インチキにまこ先生のおにぎり占い。イエーイ。オッケーですか？はい、オッケーですよ。皆様こんばんは。インチキ占いにようこそ。今日は42人。すごい。素晴らしい。では早速、時間もないのでね、占っていきたいと思います。では今日のおにぎりラインナップいきますよ。また新発売でございます。広島なちりめんでございますね。かき醤油だし、ご飯温めても美味しい。広島なちりめん。広島なちりめんでございますね。新商品なの？新商品、新毎週新商品出るんだな。毎週新発売。さすがセブンイレブンさん、素晴らしい。そして次はこの前もある高菜明太でございますね。そしてまたこちら大きなおむすび、でか海賊おむすびでございます。またこれがね、エビマヨ、しそ風味昆布、ツナマヨ、からし明太子が入っておりますね。うまそうなもの、ごっちゃ混ぜやな。でかいです。そしてまた新商品でございます。牛焼肉マヨネーズ。牛焼肉マヨネーズ、これそうだな。焼肉にマヨネーズ、素晴らしい。さすがセブンイレブン様ね、素晴らしいでございます。では今日もおにぎりボックスから占っていきたいと思います。じゃじゃーん。今日は女の方からいきますわよ。わきさんでございます。かよちゃんですね。わきさんですね。かよちゃん聞いてんのかな。聞いてないんだろうな。ああ、ではおにぎりどれしようかな。わーわー、広島なちりめんでしょうね、そりゃね。いるこれ。いただきます。広島なちりめん。おにぎり占いなんで、そこを のけると意味なくなっちゃうんで。いや、まあね。いただきます。ただのインチキになっちゃいます。いただきます。はい。あ、ちりめんの味がようついてますね、これは。いいね。うん、美味しいですか。ヘルシーでございますね。うん、美味しいでございます。さすがセブンイレブンさん。じゃあ、あんま食べちゃダメなのよね。なんでですか。いいかしら。お茶飲みますわ、ちょっと喋れないからね。うん、はい、では行きます。わきさん。わきさんはね、イルカ、金のイルカでございます。負け、ね、イルカね、負けず嫌いの頑張り屋さんでございますね。仲間意識が強いです。ライバルがいると燃える。しっかり仕事をしてしっかりと遊ぶ。恋人とも対等と付き合いますね。責任を背負うことでどんどん仕事ができるタイプですね。自分が正しいと思った仕事のやり方を見つけると、猪突猛進し、周囲を束ねてリーダー的な存在になるでしょう。では今年の運勢。一応食べんとね。うん、一応食べとかんとね。食べとね、食べとかんとね、うん、出ないから。うん。46人になりました。45人。誰が見よう。大人気のコーナー。誰が見よう。では今年の運勢いきますね。実は今年は生理の年でございます。去年のね、裏運気の流れから本来の運気に戻ります。良くも悪くも今後に必要なこと、不要なことを整理する必要がありますね。不要な縁はここで断ち切られる場合も多いでしょう。下半期はですね、次の目標や進むべき道が変わり、自分のやるべきことや興味のあることを見つけて行動するきっかけが起こり始めるでしょう。そして来年2022年はチャレンジの年です。新たな目標に向かって歩み始める大切な時ですね。全てを整理するのではなく、自分の成長に必要なことや課題は必ず持っていくようにしましょう。実は私の旦那様も金のイルカでございます。私、整理されないように頑張りたいと思います。ということで、脇様は終わりでございます。そんなお家そんなお家でございます。めっちゃおもろいやん。
整理されんようにね。ということは脇さんの彼氏も整理されんように気をつけんとな。そう、ね、そう頑張ってください。それ整理した方がいいじゃないですか。今度言っとくわ。脇さんの彼氏さんも頑張ってください、整理されないようにね。はい、では次は男性でございますよ。はい、今日来てましたね、秀吉さんでございます。やばいな、やばいぜ。おにぎりいくよ。イエーイ、何しよう。その鈴いるんかな。いる。高菜明太にしよう。いきますぜ。醤油のり仕立て。海苔にちょっと味がついたのかな。さっきも高菜じゃなかったっけ。さっきは高菜、ほんまや。え、違う、さっきは広島な。あ、広島なか、うん、あ、高菜か。高菜、なるほど。高菜明太、高菜と広島のは一緒？違うよ違うよ、高菜は、違うよね、高菜は九州だね、どっちかって言うとね。え、そうなんだ、知らんかった。わっわっわっ、お弁当のおにぎりの匂いがします。ではいただきます。うん、おお、いきなり出ましたよ、明太。ほら、高菜明太、ね、めっちゃ九州やな。うん、もう完全に九州やな。高菜と明太。高菜？高菜は見えないけどな。明太と高菜。うん、あ、はい、高菜来ました。うんうん、おお、ナイスなコンビで。おお、辛っ。高菜辛っ。辛っ。ちょっと待って、食べ過ぎた。なに、秀吉さん、どんなんだろう。うん、秀吉さんの何を占うんですか。違うの、秀吉さんはね、何座、銀の時計座でございます。出た出た、初じゃん、初じゃね、うん、初じゃね、うん、秀さん行きますよ、うん、秀吉さんちゃんと正座して聞いてね、聞いてくださいね。礼儀正しく上品で、ルールやマナーをしっかり守るタイプですね。お、上品かどうか分かりませんが、几帳面で臆病で緊張することが多く、思い切った行動がなかなかできません。周囲に自分の弱さや困ってる自分を見せられませんね。恥ずかしが嫌な人ですね。うん、繊細ですが実はおっちょこちょいなところもありますね。またメンタルが弱くなってしまうこともありますので、周囲に信頼のおける人や、話を聞いてくれる親友が必要な人ですね。まあ、仕事では最後まで丁寧に仕事をするタイプです。几帳面で上司や先輩のサポートに最適ですね。まあ、ホテルとか病院とか管理公務員、キャビンアテンダントなど少し敷居が高いと思われる場所で働くと能力が発揮できますよ。まあ、今さら転職言われてもな、無理でしょうね。今さらキャビンアテンダント目指してもな。誰CA 今から目指すの。今からですか。まあ、秀吉さんの仕事って知らないよね、俺たち。うん、知らないけどね。で、今年の運気はですね、なんと幸運なんですよ。ですよね。今年と来年はね、最高にいい年なんです。お、そう、運気がいい時期はね、周りを気にせず幸せをつかんでください。運気が上昇するたびに人脈が広がります。長い付き合いの人を増やすことができるタイプですね。ただし人との関わりが多い分、他人に振り回されてせっかくの運気の良さ実感できない場合がありますので、気をつけてくださいね。運気の良い時はしっかり幸せになり、その中で手助けを忘れないように、時には思い切って欲張りになることも大切ですよ。ですね。実は私ね、相性占いも少しできるんです。それでね、突然相性占い、秀吉さんとね、恵子さんが組んでおります。オーナー恵子ね、実はお二人とも時計座なんです。そうなんですよ。で、今年はね、金の恵子さん、恵子さんが金なんですよ。金の時計座1位、運勢いいんですよ。で、銀の時計座が2位、秀吉さん2人ともね、
最高の運気でございます今年はね、うん、で秀吉さんから見たお二人の相性は似た価値観で感覚を持った相手、共通の趣味やサークルが一緒の場合は進展が早そうです。進展してどないすんねんって感じですけどね。進展してどないすんの。それまあバンドがなんかあれかな、あそうやね、ええ感じになるんかな。ええ感じになるんかもね。飛躍するんだね。うん、そうだね。飛躍するって言ってるけど、飛躍するらしいよ。らしいよ、うん。頑張って。そうね。うちでか。ただしね、欠点とか逆転、うん、弱さがね、似てるんですって。お互いに精神的な支えや強さが必要ですね。秀吉さんの細かなチェックをね、恵子さんが煩わしく感じたりしますので、お互いに支え合って思い合って今年の活躍を楽しみにしておりますよ。なるほどね、などなどね。私異性同性問わず運命の相手、ターニングポイントを作るキーマンとの相性など分かるかもしれません。なんちってね、なんちってインチキですからインチキだけどね。インチキね。どっちも時計座なんだ。そうなんですよ。今年は2人ともガーン行きますわ、ね、ガーン行きますよ。ガーンと、ね、ガーン落ちますね。そう、来年、そう来年終わったらガーンと落ちますから、来年までガーン一緒にガーンって言ってくださいね。2人分かります。今年頑張らんとな。恵子さんは来年ガーンと落ちます。秀吉さんは来年、来年再来年ガーンと落ちますからね。今年のうちに、今年のうちにパッと行ってください、ね、花咲いてもらわんとね。ピャッと行ってください。わかりましたかね。では私のじゃじゃじゃーん、こっちやこっちやこっちこっち、じゃ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 、金映ってる、うん、なんとか映ってる。え、映ってる、はい、金金九、もうちょい下げて、もうちょい下げて、はい、九、はい、見えた。告知、あ、緊急告知、はい、ね、緊急告知でございます。何ですか、え、そんだけそんだけ告知は口で言うの。え、口で言います。私しばらくお休みをいただきます。あ、そうですか。実はですね、だいたい金曜日お仕事がありましてね、5時まで、まあ、4時ぐらいのお腹がすんごいすくんです。グッて言いながらレジを打つんですが、でも5時になって、まあ、セブンイレブンにおにぎりを買いに行きますよね。これがありますからね。そしたらまあまあ4つは買います、まあ、もう1個、まあ、ちょっとお腹空いたけど食べちゃおうかなって5個買うんですね。で、まあ、1個はね、食べようかなと思ってね、まあ、おにぎりだけだと思ったようなんで、ちっちゃいコールスローとかね、買うの、買うんですよ。マジで。あとなんか豚のなんかもつのあの酢のやつとかあんなんとかね、ああそれ食べたらこのデザートがあるじゃないですか、甘いのがね、ねえねえ、いるんすか、そうか、まあ、しょっぱいもんとかね、うん、またレジの周りに行ったらほら、うん、揚げ鶏とかね、ああ唐揚げ棒とかね、 あるんですよ。ああでね、6時ぐらいにもすっごいお腹いっぱい食べてしまうんです。え、もう食べてきてんの。ええ、その9時のこのおにぎり食べる頃にはあら、お腹がいっぱいってなるからね、このおにぎりを美味しく食べるためにも食欲にも、食欲に負けない強い心を、ね、持つためにも修行してまいります。修行するのね。修行してまいりますので、パワーアップしてからまたお会いいたしましょう。そうですか、はい、ではしばらくの間お休みいたしますので、では皆様お元気で、これまでごきげんよう。ありがとうございました。ありがとうございます。引退ではないんですね。引退ではないです、はい、マイクは置きません。あ、そうですか。パワーアップしてまいってまいります。滝用か何かをしてまいって、修行しておりますわかりました。はい、はい、それではインチキにまこ先生のおにぎり占いのコーナーでした。はい、ありがとうございました。インチキ先生ね、なよく分かんないですけど、おにぎり俺まさかここへ来る前に食ってきてるとは思わんかったな。マジか、仕事終わりでも食ってきて、でさらにここで食ってるわけだ。それはいかんな。
にまこ先生最高って言われてますよ。にまこ先生最高って。ありがとうございます。もうね、早く戻ってきてね。早く戻ってきてね。